皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。日本代表はエルサルバドル戦で見事に大勝を収めたわけだけど、相手が相手とはいえ、収穫はあったね。今年の3月に開催されたウルグアイ戦では1対1の引き分け、コロンビア戦では1対2の敗戦でしたので、どういったメンバーを起用してゲームを展開していくのか、に加えて初勝利も注目の的でしたからね。期待されたメンバーの活躍もあったけど、新戦力、初招集の選手も代表の初キャップを飾ったね。今回招集されたメンバーで、初招集は3人。名古屋グランパスの森下亮也、サンフレッチェ広島の河村拓夢、京都サンガ FC の川崎颯太が初招集を果たした。皆さん J リーグ勢からの招集ですね。新たな戦力にも期待です。しかし、サンフレッチェ広島の河村拓夢が体調不良のため代表から離脱することが発表された。あら、初招集でアピールしたいところでしたが、体調不良は致し方ないですね。初キャップといえば選手にとっても勲章なわけですし、河村は J ですごいゴールも決めてたし見たかったですね。そして浦和レッズに所属する伊藤敦樹が河村の代わりということで、追加招集され、昨日初キャップを飾ったね。浦和の男が初招集、アジアチャンピオンから追加招集は胸熱です。昨日も無難に試合に入れてたのでは？伊藤は182センチのサイズを誇る大型ボランチで、強度の高い守備と積極的な攻撃参加が持ち味。大卒3年目の今季は、リーグ戦全15試合に出場し、J1 第4節のヴィッセル神戸戦と11節のサンフレッチェ広島戦では、決勝点を決めるなど、チームにとって欠かせない存在となっている。この前の天皇杯の関西大学戦では、伊藤が途中から入ったらまるで別チームのように変わりましたよね。そうだね。伊藤は根っからの浦和っ子だ。生まれ育った場所は旧浦和市。しかも浦和駒場スタジアムは、小さかった幼少期でも、自宅からすぐに行けるほどの距離にあった。レッズのサポーターだった両親のもとに生まれた伊藤が5歳でサッカーを始めるのも、また、レッズのサポーターになるのも必然だった。もうこの時点で、浦和を背負う責任を感じますねわら。過去にインタビューでは、よく家族でスタジアムに行っては、ゴール裏で飛び跳ねてちゃんと歌っていました。ホームはもちろん、アウェイでも応援に行っていましたし、優勝した天皇杯決勝、ルヴァンカップ決勝もゴール裏で応援していました。大原の練習場にもよく行って、練習を見て、選手の出待ちをしてサイン色紙に敦樹くんへと入れて、サインをもらいました。家に色紙は30枚以上も飾っていましたね。家で両親と新聞を切って紙吹雪を作って、スタジアムに持って行って、みんなでばらまいた記憶もあります。小3でサッカー少年団に入ってからは、土日が試合で見に行くことができなくなりましたが、やっぱりレッズは特別な存在でした。と語っている。すごいわら。生粋の浦和サポーターじゃないですか。そうだね。その後中学生になってから、憧れだった浦和の下部組織に入ってユースまでの6年間を過ごした。幼少期から憧れていた場所。しかし、その頃にあまりいい思い出はないという。育成の時はあまり試合に出ていませんでした。なので、試合は記憶には残っていますが、自分個人として印象がある試合は多くありません。と、語っているんだ。ユースでなかなか試合に出場できない日々が続いたんですね。それでもプロサッカー選手になること、レッズでプレーすることを諦めきれなかった伊藤は、周囲の助けも借りながら、強い思いを胸に流通経済大学に進学した。流通経済大学では、1年から出場機会を得ると、サイドバックやセンターバックを経験しながら守備面も磨いた。それはトップチームに昇格できなかった大きな理由の一つでもあり、持ち味を伸ばしながら課題を着実に克服していった。浦和に戻りたいという強い意志を感じ取れますね。大学在学時、天皇杯2回戦で浦和と対戦。場所は観客として、下部組織の選手として何度も足を運んだ駒場スタジアム。思い入れのあるスタジアムで思い入れのあるチームと対戦ですか。これはすごい経験ですね。伊藤はこの時のことを、駒場であれだけの観客の中でプレーをしたのは初めてでしたし、聞いたことがあるちゃんとや、かつて自分もサポーターとして歌ったことがあるちゃんとを聞いて、鳥肌が立ちました。と振り返っている。試合は負けてしまったけど、本気で浦和に戻りたいとも思ったそうだ。そこからもさらに成長をして、ついに念願の浦和からの正式オファーを勝ち取った。オファーが来た時は、僕の中でレッズ以外の選択肢はなく、中野雄二監督や大平コーチもそこを尊重してくれたので、他のクラブの話を一切しませんでした。なので、オファーが来た時は正直ホッとした気持ちでした。と安堵した気持ちの方が強かったそうなんだ。夢を叶えると、嬉しさよりホッとする気持ちの方が勝るんですね。
大卒で浦和へ加入し、1年目から主力として活躍した。ここまでの伊藤は、浦和で活躍をしていた宇賀神裕也と同じようなキャリアを歩んでいた。2021年のシーズン終了に伴い、宇賀神の退団が決定。伊藤は宇賀神が長らく背負っていた3番を継承。宇賀神が、3番をつけてくれるか?と、聞いて伊藤が、嬉しいです。背負わせてください。と涙を流しながら答えたことで、伊藤が3番を背負うことになったそうだ。ちなみに伊藤は7番を背負いたかったそうだけど、直属の先輩から3番を受け継いでほしいと言われたら断れないよねわら。確かにわら、新手のパワハラかもしれないですね。3番を背負って戦う2年目も主力として活躍。2022年8月10日、コロナ禍により制限がかかっていた声出し応援が、ついに浦和のホームスタジアムである埼玉スタジアムでも解禁された。伊藤がスタンドでちゃんと歌っていた側から、歌われる側に変わる瞬間ですね。ところが、待ちに待った声出し解禁だというのに、浦和レッズのゴール浦和屋に落ち着いていた。選手たちがウォーミングアップのためにピッチに姿を現しても、鳴り響くのは場内に流れる音楽と対戦相手の名古屋グランパスのちゃんとだけだった。まるで、嵐の前の静けさのようですね。それが、レッズサポーターの遊戯だということを理解している伊藤は、本当にレッズのサポーターらしいなと思いましたね。ブーイングをする感じも、らしいなと感じながら聞いていました。と語っていた。さすが生粋のレッズサポーターわら、サポーターの気持ちを理解しながらプレイできるってすごいですね。しかも、この日の伊藤は2得点と大活躍。ヒーローインタビューを受け、最後に一人でスタジアムを、一周して声援を聞いた時の気持ちを、最後にゴール裏の前に行った時に熱きコールをしてくれて、何度も言うようですが、本当に小さい頃から夢に見ていた声援でしたし、自分の名前をコールしてもらえることを、本当に楽しみにしていました。それを声出しができるようになった最初の試合でやってもらえたことは、タイミングがいいなと思いました。この試合で結果を残してあのコールを聞けたことは、嬉しいという言葉しかありません。と、コメントしている。今までは、選手の名前を自分がコールしていたのに、活躍して自分の名前をコールしてくれるなんて、サポーター出身の選手からしたら夢のような時間ですよね。そうだね。そして、3年目の今シーズンはチームに欠かせない存在としてチームを牽引。リーグ戦開幕から全試合に出場し、中盤の主力として ACL 制覇にも貢献していた。5月31日の広島戦を視察した森保監督も、すごい良い選手だと思って見ている。今シーズンも本当に成長している。プレイのスケールの大きさと優雅さを感じた。と、そのプレイを絶賛していた。この試合では、今回離脱した河村を完全に抑え込んでいましたからね。この試合を見た時は河村より伊藤と思っていました。今回追加招集、そして初キャップは本当に良かったと思います。伊藤は今回の追加招集について、クラブを通じて、日本代表に選出されて、正直とても驚いております。日本代表に入るということは、自分がサッカーを始めた頃からの夢で、プロになってからも目指してきたところでしたので、素直に嬉しい気持ちです。呼ばれたからには、自分の持ち味や良さを精一杯出せるように頑張りたいです。浦和レッズというクラブで、ファンサポーターの皆さんの応援があって、結果を出すことができ選出されたと思います。浦和を背負う責任を持って日本代表に行ってきます。頑張ります。とコメントをしている。浦和を背負う責任を持って頑張ってくれたのではないでしょうか?合流後、すぐにエルサルバドル戦でチャンスをもらえたのは本人も含めて他の選手もやる気が出そうだし、他の選手のテストの兼ね合いもあるけど機会があればペルー戦でも出場をしてほしいね。森保監督は、招集はするけど試合では使わないっていうパターンが結構ありましたが、今回は逆でしたね。そうだね。楽しみな選手だから試合で見たいね。そして、そこから世界へ羽ばたいていってほしいね。浦和サポーターからしたら、それは悲しいかもしれませんが、その未来はすぐそこまで来てそうですね。浦和を熱くさせる男、伊藤敦樹、頑張れ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。